北海道からこんにちは、ポミーヒルフィガーです。ディズニーつむつむ、今日もやっていきたいと思います。今日はですね、こちらの勇者ミッキー、せっかくスキルマックスまで育てましたので、レベルはまだ低いんですけれども、まあまあね、高得点が出るようなので、こちらでね、どれぐらい出るかやってみたいと思います。ではですね、アイテムをフルアイテム使って、まあ経験値はどうでもいいんで、これだけ外してですね、やっていきたいと思います。はい、スタート。一応ですね、スキル低くてもね、1点満スコアとか言ってる動画があったんですけど、あれはね、もうね、本当に上手い方、もうプロの方がね、やっていらっしゃるので、そこまでは絶対無理だと思うので、まあスキル6までいけばね、私そんな上手くないです。比較的平均的なレベルだと思うんですけれども、1000万スコアいけるんじゃないかなということで、ちょっとで、ね、やっております。なんか急いでやってますけれども、別に急ぐ必要は全くないんですが、ですね、発動が15個なので、まあ、そんな重たくない。で、54使えばね、結構連打できるんで、いい感じになってると思います。こうやってね、なるべくね、タイムボムなんかもね、比較的頑張って作っていきたいと思います。ボムのアイテム使ってるのって、8チェーン以上出せば多分タイムボム出やすくなってんじゃないかなと思うんですが、8から12、3だと思うんですけれども、なるべくね、あ、脇全然消えねえ、やばい、ちょっと焦ってますが、で、なるべくですね、本当はこうやってすぐスキル使わないで、粒がちゃんと詰まった時に使えばいいんじゃないかなと思うんですけど、しっかりね、詰まってれば、大体ね、こうやって、35付近、消えてくると思います。うまくいけばね、大粒なんかがあれば、40付近まで行ったりするんですけれども、なかなかね、フィーバーの間にね、こうやってスキルを本当は使いたいんですけれども、ちょっとなんかフィーバー持ってくの、ボムを主体にした方がいいのかな、ちょっとわかんないんですけれども、上手い人はどういう風に考えながらね、やってるのか、僕には全く到底想像もつかないんですけれども、やばいな。今ちょっともう半分いってますね。30秒ぐらいになってます。スコアが、うわぁ、400万点台。厳しいな。半分いってるけど、1000万いくには500万はいっておきたかったけども、ちょっと厳しいよ。いけるかな、これ。しかしまあ、これ、なんで盾なんだろう。盾が一番強いってどういうことなんだろうって、みんな思ってると思うんですけれども。なんででしょうね。普通剣が一番強いんですけどね。当たり前に考えたら。なぜかね、盾がいいっていうね、そんな感じになってますけれども。なんだろう、ちょっと音悪いな、これ。ね、なんか効果音がちょっと大きかったかな。ちょっと失敗したかも、これ。すいませんね、ちょっと聞き取りっていうか、ちょっと、お聞き苦しいところがあるかもしれないんですけども、どうかご容赦ください。なるべくここで、OK! タイムボム出た。いいね、いいね。ちなみにこれ、やっぱさ、攻撃防御みたいな順、やっぱさ、ドラクエとかでもさ、やっぱ攻撃が一番上にあって、ね、防御とかは後になるから、盾が2番目っていうのはちょっと、まあ、仕方ないのかなっていう気はするんだけど、剣が一番最初っていうのは、まあ、うなずけるんですけれども、ただね、だとしたらなんで剣を強くしたかったって思うんですよね。剣が強かったらまあ連打できるんですけど、そういうわけじゃないっていうのが、ちょっと、まあ、スキルの、なんだろう、時間効率的なところでちょっと悪くなってるのかななんて、ちょっと思いましたけれどもね。うわ、時間がない。やばいやばいやばい。いけるか、1000万。1000万いけるのか、ちょっと微妙ですけれども。できればね、ボーナス前に1000万いきたいんですけれども、いかないよね。これはいかないよね。うわー、最後使いたかったなぁ。すいません。ちょっとね、効果音のボリュームでかかったかもしれない、これ。うわー、いかない。879万。さあ、どうだ。うわ、ボーナスとか、アイテム使っての、まあ、ギリギリですね。1200万。そっか。そんなもんだよね。うわー、厳しいわ、やっぱり。ということで、とりあえずですね、まあ、なんとかギリギリ1000、まあ200万、はい、ボーナスとかアイテムがなかったら、まあ、
800万点台だったのかな。それぐらいの感じでございました。ギリギリですね。はい、なんとかまあ行ったんで、まあよしとしましょう。はい、ということで、まあそんなにねうまくなくても、まあギリギリね1000万いくぐらいの強さということで、スコア的には申し分ないかなと思います。コインもねなんだかんだで5600ぐらいいってたのかな確か。あの倍率コインプラス入る前にそれが言ってたので、コイン量もそんなに悪くない。ただちょっとねプレイ時間がね比較的長めに感じましたんで、コイン効率的にはどうなのかなっていう風にちょっとその辺は疑問に思ったんですけれども、はい、まあでもね、あの結構比較的スコアも、コインも稼げる、そして、まあ、スキルもねバリエーションがあるんで、いろんなミッションに使えるっていうところで、すごいね、多様性のあるマルチな感じのスムになっておりますね。はい、ということでした。ではね、こちらの動画は以上にしたいと思います。もし余裕があればこちらのコイン稼ぎの動画なんかもねちょっと考えてますんで、もしよければチェックをよろしくお願いいたします。はい、少しでも楽しんでいただけた方、高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いいたしましょう。ポミーヒルフィガーでした。したっけ。